本件埋め立て申請に対しまして、昨年11月29日、環境生活部から意見が出されました。その意見の骨子について述べてください。東間証人。はい、意見は、提出された環境保全図書では、ジュゴン、サンゴ、ウミガメなどのですね、海域生物に対する影響が不明であること、それから、基地の共用後に、騒音問題について、米軍にですね、要請、または周知をすると図る環境保全措置について不確実性が高いなど、まあ、不明な点があるので、当該環境保全措置についてはですね、懸念が払拭できないという意見を述べたところです。それで12月26日この日は最悪決定をもって承認を決定したということで、知事が去る臨時議会において答弁をされました。12月26日のその時点での環境部の意見というのは、先ほどの11月29日の環境部の意見と変わりはありませんか。東間証人。はい、変わりません。中村委員。今、この変わりがなかった意見について、12月26日の最悪決定に至るその間、いわゆる11月29日に皆さんが意見を出されてから、12月26日の決定に至るまでの間に、何らかの環境部からの意見を土木部やあるいは知事三役から聞かれたことがありましたでしょうか。お願いします。東間証人。特にございません。中村委員。聞かれることはなかったと。それでは、自ら意見を述べる機会、そのような機会はございましたでしょうか。これについてもございません。決裁書がここにあってですね、この中にね、環境生活部の部長の意見がないんですよね。最も重要なですね、環境を担うですね、部長のですね、決裁は全然ないんですよね。こういうことでですね、本当にですね、この環境は十分に守られたと、十分配慮ということを言えるかどうかということなんですね。いかがですか。どういう感想を持ちますか。東間証人。環境の保全につきましてはですね、何も環境部ばかりではなくてですね、土木建築部においても埋め立て承認申請書の4条項にございますように、その部分を十分承知してやっていただいているということを考えております。担当もまさにその中枢であるべきね、政策の中枢であるべき、環境生活部長がですね、彼も外ですけどね、彼も外に置かれて、この、まあ、これ明日、明後日やりますけどね、政治的な判断だけがね、一人歩きしていったということがね、よくわかるんですよね。そういう意味ではですね、そういう事態に対して、部長はですね、どんな感想を持っていますか。東間証人。まあ、我々公務員というのはですね、まあ、与えられた権限と責任の範囲内で、法律、条例に特に従って、まあ、お互いが業務をしていくということでありまして、そのノリを超えて、まあ、超えて、仕事をするということは、まず厳しいものがあると考えております。これまでの質問の方々からも、環境局の意見が反映されてないんじゃないかと、こういうような尋問が繰り返されたと思っていますが、この件についてはいかがですか。東間証人。はい、こういう氏名埋め立て法のステージの中ではですね、免許あるいは承認に際しては環境部局の意見も尊重するようにとのことがありますので、当然、これは土建部においても尊重し、されて、と考えております。留意事項にもやはり環境情報のことも出ているところではあります。繰り返し確認をしたいと思っておりますが、環境保健部の
審査意見、これは今回の知事承認の中で十分に理解をし反映されたと、これを判断、このように判断をしておりますか。これについてはですね、まあ先ほども申し上げたように、免許検査はですね、関係、環境関係動きの権を尊重するように、なっているので、そのようなことで行われたものと理解しております。あなたの意見が尊重されたと、これよりあなたは思っておりますかということを聞いているんです。法の趣旨から、免許検査はですね、当然にそういう無視性で望むものであると考えております。私は環境保健部の意見は今回の知事承認に反映されたと考えておりますかとお尋ねをしておりますので、明確にお答えをしてください。まあ、具体的にどういう我々の意見がですね、どういった形で考慮されたかというについては、担当部局ではないので、お答えすることはできませんけれども、まあ、環境条項を、承認にあたっての留意事項の中でそういった留意事項も当然ついているので、尊重は当然すべきものではないかと考えております。